全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。5頭ほぼ揃ったスタート。まず何がいきますか。最内から押して1番ヒゲの用心棒、2番手5番オーバーゼア、4番ヘイソウが後位につけています。内押さえて3番合わせ馬、最後方2番追い込み馬、ここから先頭までは急馬身、先頭は変わらずヒゲの用心棒、さらに5番オーバーゼア、4番ヘイソウが後位をキープ、3番合わせ馬。 600m の通過タイムは35秒7、最後方は2番追い込み馬、先頭は変わらずヒゲの用心棒、3コーナーに差し掛かろうとしています。後ろに5番オーバーゼア、3番合わせ馬後位をキープ、外から上がるのはヘイソウが、最後方は2番追い込み馬、主導権は1番ヒゲの用心棒。4コーナーカーン直線コースに入ります。先頭はわずかにヒゲの用心棒、400を切って先頭ヒゲの用心棒、その後オーバーゼア食い下がる、オーバーゼアヒゲの用心棒、わずかに先頭かヒゲの用心棒、オーバーゼア、あとは追い込み勢からヘイソウ、ここで先頭が入れ替わる、オーバーゼア先頭、オーバーゼア先頭で合理、勝ったのはオーバーゼア、鞍上は亀田ハート騎手、オーバーゼアブリーダーズカップを制しました。2着ヒゲの用心棒、3着ヘイソウ。